デシコです。ご視聴ありがとうございます。今回はダックス125用 SP 竹川のハイパーイグニッションコイルを購入したので、そのご紹介と取り付けをやっていきましょう。このパーツは放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するインジェクション車用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によってはノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。ノーマルと交換するだけなので簡単に装着できますね。それではボス、あとはお願いします。はい、どうも。今回ね、ハイパーイグニッションコイルに交換するということで、プラグの方もね、交換していきます。はい、今見てるのは、NGK のプラグキャップなんですけど、まあこれはね赤色を買いました。はい、あとねプラグも交換するんですけど、僕のねダックスはまだねオド1000キロぐらいなんですけどね、まだ交換時期ではないんですけど、まあイグニッションコイルねパワーアップするんで、まあちょっとでもね、いいプラグにしようかなと思いまして、このね、NGK のイリジウムプラグに交換していきます。これ元 DX ってやつですね。うん、まあそのシリーズ、僕のね Z900RS でも使ってたりするんですけどね。はい、それではね取り付けの方やっていきます。まあこれねノーマルの感じなんですけどね、まあ真っ黒なんですけどね、まあ今回なんていうかね、アクセサリーパーツ的な意味合いもあって、交換していきます。僕のダックスね、赤色なんで、ところどころね赤色のパーツ使ったりしてね、今ねアクセサリーパーツをつけてるんですけど、まあドレスアップアイテムですかね。うん、でねこの辺も赤くなれば、まあ、かっこよくなるかなっていうのもあったんで、うん、で今ねイグニッションコイルノーマルを外してるんですけど、ここねアクセルワイヤーがあってね、なかなか狭いんですけどね、うん、まあ2本のネジで止まってるだけなんで、まあ簡単に外せます。はい、でここね、2本の配線がつながってるんで外します。僕ねタコメーターねこの間つけたんで、その時の配線もついてるんですけどね、うん、この茶色い配線ですね、これがタコメーターの配線なんですけど、こうちょっとね、狭いんで外しづらいんですけど、ただダックスはね、まあ、特にカウルとか外す必要ないんで、まあ、その辺は楽ですよね。はい、でノーマルが外せたんで、これから取り付ける、まあ、ハイパーイグニッションコイルね、まあ、それと比べるんですけど、やっぱ本体はちょっとでかいですね。うん、で配線がちょっと長いんでね、切っていきます。まあ、とりあえず目安でこの辺切ろうかなって感じで、うん、まあ、これはね、ただハサミで切るだけなんですけどね、特に特別なハサミではないです。うん、で最初にねあんまり切りすぎない方がいいですね。うん、これでもね実はちょっと長めなんですけどね、まあ、最初はそのぐらいの方がいいと思います。あとで微調整でちょっとずつ切っていけばいいんで。でこれね黒いなんていうかなカバーっていうかねなんかやってあるんで、それを切って外してます。今カッターでやってますけどね、うん、あんまりカッターでやらない方がいいです。ちょっとね傷入っちゃいましたんで、うん、まあ、この辺気をつけてやってください。ちょっと失敗しました。まあ、こうやってね赤い線がちょっと見えた方がかっこいいんでね、うん、で、NGK の赤いプラグキャップにつけていきます。これはねまあ押し込んでいくだけですね、うん、ある程度押し込んで、結構この辺は力いるんですけどね、うん、
ついたかな。あ、まだですね。はい、この辺ね、どのぐらい押し込んだらいいかって感じですけどね。まあこんな感じですかね。はい、で当てがってみるんですけど、まだちょっと長いんですけどね。まあとりあえずこの状態でやっていきます。で今ね、純正からこの字型のスペーサーを外してるんですけど、これは使いません。でもね、動画では使っちゃってます。あのね、説明書をよく見せるね、取り付けたんで、はい、これは間違ってますんで。でね、ワッシャーがね4個ついてくるんで、それを交互に2枚ずつ挟んでいく感じ、うん、に取り付けていきますんで、はい、このコの字型は使わないんで。でそのワッシャーを挟んでいくんでね、ちょっとね、しかも狭いとこなんで結構大変でした。はい、こうやって今つけてますけどね、間違ってますよ。でね、これワッシャーを挟みながらまたねやるのが大変なんですけどね、まあその辺はちょっとねカットします。うん、このね、アクセルワイヤーが本当に邪魔でね、うん、まあ取り付ける時もそうなんですけど、まあでもね、できなくはないんで、落ち着いてやれば大丈夫だと思います。はい、ここをね、止めまして、でまあつけた感じね、うん、まあちょっと長いんですけどね、うん、どうでしょうか。で一回外してまたちょっと切って微調整していきます。この微調整でね、やりすぎないようにね、うん、ほんとちょっとずつやってた方がいいと思いますんで。これね、ケーブルだけ交換ってことはできなそうなんで、うん、あんまりやりすぎて短くなっちゃうとまた買い直さなきゃなんないんで、まあそういうことがないようにね。はい、まあ大体このぐらいですかね、長さね、うん、まあとりあえずこんな感じってことで。はい、で今度はね、プラグを交換していきます。まあ、純正のプラグを外すんですけど、ここのねプラグレンチはね16ミリを使用していきます。これ多分ね Z900RS もそうだと思ったんですけどね、うん、多分大きさ変わんないんじゃないかな。まだね、1000キロぐらいのまあプラグの感じなんですけど、うん、まあこんな感じってことで、まだまだ全然使えそうですからね。はい、まあプラグに問題あるわけじゃないんですけどね、やっぱりこのね、まあイリジウムというかね、このプラグに交換することによって、まあ、多少はね良くなるのかなって感じですけど、まあ、その辺はね、まあ正直にこの段階では半信半疑でしたけどね、うん、で、プラグを取り付けていきます。ダックス本当楽ですね、単気筒だし、うん、でここはね、トルクレンチを使用して締めていきます。ここはね、16ニュートンメーターですね。こういうエンジン系のところは必ずトルクレッジを使用してください。はい、でつきましたね。でプラグを挿して、はい、まあほぼほぼ完成ですね、うん、どうでしょうか。なかなかかっこいいですよね。でエンジンをかけてみます。僕ね、これねかけた時びっくりしたんですけど、かかりがねすごく良くなったんですよね、うん、はい、それではね、走ってきた動画がありますんで、そちらをご覧ください。はい、
イグニッションコイルとね、まあ、この辺、これなんだっけ、プラグキャップだっけとプラグを交換しまして、今走ってきましたけど、うん、いや、いいんじゃない。僕ね、はっきり言ってね、何の効果もないと思ってましたまあどちらかというとね、なんていうかアクセサリーというかね、まあ見た目で買えたんですけどね、まあそんな高いもんじゃないし、うん、だけど、ね、まずね、明らかに変わったのはね、エンジンのかかりですね。今かけてみますけど、いや、めちゃくちゃかかりがいい。今キルキルブーンって感じじゃないですか。帰る前はね、キル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 ブーンって感じでしたねわかるかなわかんないか。あと当たりがいい感じですね、エンジンの、うん、正直今ちょっとね、飛んだ部分もあったんですけど、パワーアップまではしてるかどうかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、明らかにね、このエンジンのかかり、もう一度やりますけど、エンジンのかかりがめちゃくちゃいいんで、やっぱ効果あるんでしょうね。ほら、すげえもん、一発ね。いやー、買いた買いあったな。僕のバイクね、今ね、オドが1083と全然走ってないし、新しいバイクなんでね、うん、正直どうかと思うんですけど、こういうのってね、まあ古いバイクの方が効果は出ると思うんで、でもね、こんな新しいバイクでも実感としてあるんでね、いや、いいんじゃないでしょうか。交換もね、そんなに難しくないしね、短気筒だし、うん、いや、いいっすわ。はいおすすめです。全部入れても1万円かかんないからね。だってこんな新しいバイクだよ、それでもこんだけね、実感を得られるっていうのはね、うん、なんかね、加速の時かな、ちょっとジーって音がする、なんか機関用みたいな。あ、今はしないか、する時やるんだよね。なんだろう、明らかにイグニッションコイルを交換したからだと思うんですけど、こういう音はしなかったんで、まあ大丈夫だと思うんですけどね。よいしょ、この辺のね、当たりの良さが良くなった。まあプラグの効果もあるかもしれないですけどね、うん、よいしょ、いや、いいっすわ。まあ、パワーアップしたかどうかっていうのは多分ほとんどしてないと思うんで分かんないんですけどね、うん、いや、でもね、もう何度もいいけど、そのエンジンのかかりが明らかに違うんで、これは素晴らしいですよ、うん、はい。というわけで、イグニッションコイルとプラグを交換しましたという動画でした。結構おすすめなカスタムというかね、これはダックスに限ってないと思うんですけど、こういうミニモトのね、バイクでね、タブとか、うん、モンキーもそうですけど、効果あると思いますよ。特に古いバイクはね、うん、よいしょ、はい、てな感じで、今回はこの辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。ギギギギギシュギギシュギギシュ、よいしょ、どうやって帰るかな、こっちから帰るか。
ありがとうございました。次回もお楽しみに。